in a row, you gonna see a pull up to 10-2. Swing, swing, motherfucker.皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。いやー、ついにレイカーズが開幕3連勝を果たしたということで、今回はもちろんこの件について話していきたいと思います。いやー、もう本当に調子がいい、いやヘッドコーチがいい、レディックがいい、もう選手もいい、いいこと尽くしで、まあ、今回はキングスのことを倒したんですけど、最初の2試合に比べると結構最後の最後まで競っていた感じで、でもまあこの内容がいいですよね。逆転したりされたりで最後の方まで競っていて、でなおかつこの強豪キングスを倒すことができた。そう、このキングスに対してはね、すごくその苦手意識があったというか、昨シーズンはバリバリやられていましたよね。あのサボニスやね、ディアロン・フォックスを筆頭に、すごくそのレイカーズからしたら嫌なイメージがあったと思うんですけど、今回しっかりとね倒してくれて、いやだからこのキングスしかり、そして前の試合のサンズしかり、そしてその開幕戦のウルブスしかり、その強いチームをしっかりと倒すことができてるっていうのがかなり大きいと思います。っていうのはこのウルブスもね、サンズも、そしてこのキングスもプレイオフにはいけるチームだから、いやだからこの調子を見ている限りでは、全然そのウエストを制するのもそんなにその夢ではない話だと自分は思っていて、っていうのは結構ナゲッツの調子も悪いし、結構レイカーズにとってはいい感じになってきてると思うんですけど、ちょっと不安要素があるとすればウォリアーズが本当に未知数で、めちゃめちゃそのいい感じなんですけど、今のところその弱いチームを相手に勝ってるだけだから、まあ、それが本当の強いチーム、それこそ今シーズンのレイカーズとか、あるいはこのキングス、サンズ、ナゲッツあたりとやった時にどうなっていくのか、まあ、ここに注目ですよね。そして今回の試合に関しては、なんといってもキングジェームスことレブロンジェームス、いやもう本当にあなたはもう40歳ですかと。いや、現在はまだ39歳なんですけど、あと数ヶ月で40歳になっちゃうレブロン・ジェームス。なんと今回もトリプルダブル。いや、もう本当に今回はアシストにリバウンドに得点にすごかったんですけど、圧巻はあの最終クォーターも何本連続でシュートを決めたのっていうぐらいもう入りまくっていて、確かそのクォーターの一番初めはあのダルトンコネクトがね、そう、ダルトンコネクトもそのスリーポイントシュートは入ってるんですけど、もうルーキーらしからぬね、その結構そのプレッシャーが来ている状態でスリーポイントシュートが入ってるっていうのは、あれが結構もうそのすごくいいと思います。そしてまあレブロン・ジェームスに話を戻すんですけど、いやもう本当にもう圧巻のパフォーマンスで、あのもうスリーポイントシュートが入りまくっていて、って当たりまくっていて、で個人的に面白かったのが、そのレブロン・ジェームスが入りまくっていて、でその一番最後の方で八村塁がね、その相手のブロックが来ていたんですけど、シュートを放って外して、でその後ねタイムアウトになったタイミングで、みんながそのベンチに戻っていって、その時にレブロンがね、八村塁に対して、いやいやもう俺も10本ぐらい連続でシュートを決めてるんだから、俺にパスを回せよバカ野郎と、何そのコンテスト相手がチェックに来てるのにシュートを打ってんだと、俺に回せよと、ちょっとその汚い言葉を使って多分怒っていた感じなんですかね。まあ怒っていたんでしょうね。いやもうあれ怒っていいですよっていうのは、もうあれだけ乗っていて、乗りに乗りまくっていて、そのもう10本くらい連続で入っていて、さあ絶対に回ってくるだろうと思っていたら、八村塁がね、その相手のチェックが来ているのにシュートに行ったから、まああれはね行っていいと思うんですけど、多分八村塁もね、そのレブロンばっかり行ってて疲れてるから、俺が少しでもそのいわゆるアグレッシブに行ってレブロンの負担を軽減させてやろうと、多分そういった気持ちもね絶対にあったと思うんですけど、まあそれが逆に怒られちゃったということで、でもこれは本当にいろんな意味でいいことっていうのは、昨シーズンのレイカーズはこんな光景すらなかったから、あのレブロンがこれだけ乗ってたシーンもね久しぶりでしたよね。もうあんなに長期間っていうか、多分もう時間にしたらもう6分ぐらいね、もうシュートがずっと連続で入りまくっていて、もういわゆるあのスラムダンクのルカワカエデ状態、もう俺に早くボールを回せと、シュートを打たせてくれと、もうその得点マシーンとかしたレブロン・ジェームスみたいな感じで、まああれが本当に最終的にはね大きかったですよね。そして最後の方はアンソニー・デイビスもどんどん乗ってきて、でまあこのアンソニー・デイビスはね、キングスのサボニスにすごくその相性が悪いイメージがあって、まあこの試合でもね結構やられていたシーンはあったんですが、まあ最終的にも彼がそのね30得点以上、まあ、彼はこれで3試合連続で30点以上取ってると思うんですけど、このアンソニー・デイビスの活躍も大きかった。そしてもちろん八村塁、そのアグレッシブになりすぎちゃってレブロンに怒られていましたが、
彼もしっかりとね、確か18点くらい取って、リバウンドもしっかりとね、そのレブロンや、いや、レブロンが一番リバウンド取ってたのかな。でもまあ、アンソニー・デイビスと一緒くらいのリバウンドを取っていて、リバウンドもね、しっかりそのオフェンスリバウンドもね、結構取ってましたよね。そして何気にそのプラスマイナスもチームでも超トップの方だったから、この八村塁の影響力、今シーズンは本当にエグいですね。そしてこの試合はディアンジェロ・ラッセルが前の試合に比べたら結構その当たってた感じで、彼も確か16点くらい取ってて、でまあオースティン・リーブスもそんな感じで、あとはジャクソン・ヘイズがね、何気に頑張ってた印象で、まあ彼がその汚れ仕事を頑張ってるというか、いやなんかね、まあ彼に関しては昨シーズンからの引き続きでどんどん良くなっているのが目に見えているから非常にいいと思います。そしてゲイブ・ヴィンセント、そのミスター数字に残らない活躍をするゲイブ・ヴィンセント、彼もしっかりと通常運転で、まあシュートがね、まあ本当に今回は入ってなかったんですけど、まあ大事なところでね使ってもらえたりして、でまああとはやはりヘッドコーチの JJ レディック、彼の采配がもうズバリズバリと当たってるというか、なんか昨シーズンまではその嫌な展開だったらその展開がもう結局最後の最後まで続いて、それで負けるっていうパターンがめちゃめちゃ多かったんですけど、まあ前の試合も含めて今シーズンは JJ レディックがそのやばかったらちゃんとそのね、そこで切り替えてなんかその方向転換できてるっていうのがすごくいいですよね。その昨シーズンまでにはなかったこの感じ、しっかりとその修正ができている。そしてまあ決してそのね、キングスも調子が悪かったというわけではなくて、あのサボニスとディアロン・フォックスを筆頭にデローザンもね、まあそんなにシュートの調子が悪かった感じではなくて、まあ普通に入っていて、だからレイカーズが本当にこの開幕からウルブス、サンズ、キングスをね、もう3連チャンで叩くことができたのは本当にでかいと思います。いやもう本当に今シーズンはいけるんじゃないかって思わせてくれるみたいな、いやもう本当にその強いチームを倒してますからね、そのサンズを倒したのもね大きいですよね。今回も彼らのマーベリックスと当たっていて、あの KD がねルカの上から決めて、このトゥースモール、お前はちっちゃいぞっていうジェスチャーをしててめちゃめちゃ煽っていましたが、そのままね、サンズも勝っていて、でもそのサンズを20点差から大逆転していたレイカーズ、いやもう本当に今シーズンのレイカーズはかなり期待していいと思います。はい、というわけで今回はね、このレイカーズの3連勝についていろいろと話していったんですけど、皆さんはこの試合に関してはどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。